はい、どうも皆さんこんばんはということで、1月の19日、火曜日ですね。今日は日付を変えてましたよ。はい、アグレッシブだね、随分ね。最近ほんのちょっとずつですけど、子育てがね、楽になってきてるのかなって思いますね。で、ご飯は人参とかぼちゃ、ブロッコリーにささみと、あとリンゴのペーストですね。さあ、今日はね、ほんと嬉しくてね。で、まあ、ちなみにこの3匹の様子、一番最初にね、あくびしてるね。あくびしてましたね、今。撮ってた映像がこれなんですけど、もうだいぶね、体も、もう毎日だいぶ成長してるって毎日言ってるんですけど、毎日成長するんでもうしょうがないよね。それはね。はい、ということで、今日もう、本当にね、まあ若干今日ヘトヘトだったんですけど、あ、これ、おっぱいに水中、ヘトヘトだから、吸いついてる様子がね、ちょっと見れたんで映像残したんですけど、この後さ、これほら見て、ご飯をさ、出してたんですよ、角っこに、いつものところに。で、自分で食べるのかなと思ったらさ、ほら見てくださいよ、これ。さあ、赤ちゃんたちがさ、ブロッコリー食べてるんですよ。これはテンション上がりましたよ、撮影してて。うわ、マジでって思いましたもん、本当に。生まれて9日目で、10日目か。何日目とかで言うと。いや、すごいですね。ちなみにハムコは今ね、上から脱走しようとしてて捕まってましたね。しかもね、この子だけじゃなくて、みんながね、ブロッコリーを、ほら、見えますかね？と、手前の子もね、ブロッコリーを食べてて、取り合ってるんですよ、3匹で。これ、感動じゃない？いろんなことがあってさ、悲しい思いもしてさ、で、まあね、生き残ったって言うとちょっと寂しいんだけど、この子たちがね、たくましくご飯食べてるんですよ。なんか今、うにょんって出てきたな。これさ、だってまだ目だって開いてないですよ。目開く前に固形のものを食べれるようになるんですね、ハムスターの赤ちゃんって。ちなみにまたこれハム子はね、脱走しようとしてたんで戻ってきましたね。いや、嬉しくってね、感激しましたね、今日は。本当に。でも、すぐ動画作ったからね。みんなに見てほしくて。ほら、取り合ってるんですよ、かぼちゃじゃないよ。これ、ね、なんだっけ、ブロッコリー。ヘトヘトだから許してください。ブロッコリーをさ、取り合っててね。ほら、隣で並んで食べてますよ。いや、これ、かわいいね。取り合ってる。いや、これほんと嬉しいな。いや、よかった。今日はそんな感じの動画です。また明日の子育て日記でお会いしましょう。ちょっと上機嫌です。では、また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ハムコ眠そうだね。